バン・ジョンソンはアメリカ・ロードアイランド州出身の俳優、歌手、ダンサー。赤毛でそばかす顔の隣のお兄ちゃんのような親しみやすいルックスでアイドルスターとして人気を博す。また、その高青年イメージから娘を結婚させたい男と称された。第二次世界大戦中は MGM の戦争映画で兵士役を演じ、当時のアメリカ青年の象徴となったか、 ミュージカル俳優としても活躍した。1916年にアメリカロードアイランド州ニューポートで生まれる。父チャールズ・ E ・ジョンソンはスウェーデン生まれで幼い頃にアメリカに移住、廃慣校を経て不動産業者となった。母ロレッタはペンシルベニアダッチ。ジョンソンが3歳の時に彼の母親はアルコール中毒のために家を出る。 残された父と一人息子の関係は冷ややかで不幸な少年時代を過ごす。そんな彼の心の支えになったのは映画であり、次第に小ビジネスへの関心を深め、高校時代には歌やダンス、バイオリンのレッスンを受ける。1935年に高校を卒業すると、弁護士になって欲しかった父親の願いを無視し、ニューヨークに渡ってオフブロードウェイの舞台に立つようになる。 1939年に劇作家で演出家のジョージアボットがブロードウェイミュージカル Too Many Girls に起用。さらにその1940年の映画化作品にコーラスとして出演する。その後、ハリウッドの映画スタジオでスクリーンテストを受けるようになり、ワーナーブラザースと契約する。しかし、 当時のワーナーの作風と彼の庶民的なルックスが合わなかったことから6ヶ月の契約は更新されずに終わる。ところが運よく、ちょうど陸軍に入隊したリュー・エアーズの代わりとなる俳優を探していた MGM と契約することになる。1943年の映画、映画イネームの上でブレイク。しかし、この映画の撮影中に交通事故に遭い、大怪我を負う。この怪我により、 頭蓋骨に金属板を埋め込むことになり入体資格を失う。また顔に負った多くの傷が当時の形成外科手術では完全に治すことができなかったため以降熱いメイクで隠さざるを得なくなる。1954年に MGM との契約が終了した後も様々な映画に出演する一方舞台で歌手やミュージカル俳優として活動する。 またテレビドラマにも出演するようになる。1983年に42年ぶりにブロードウェイミュージカルに出演。作品はラケージオホール。1947年に親友の俳優キーナンウィンの妻で元舞台女優のイブ・アボットと彼女がウィンと離婚した4時間後に結婚。後に娘を一人も受ける。しかし1961年には妻イブと 別居、1968年に離婚が成立する。その後、再婚せず。1963年に、左大体の皮膚癌の手術を受けた後、2度目の手術で、リンパ腺を除去して、癌を克服。2008年に老衰で死去。ウィキメディアコモンズには、バン・ジョンソンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。